こんばんは、梅チャンネルの梅です。今日もまた続きの話なんです。ずっと同じ時に撮ってるんで、ちょっと1回目のあれ これ1回目のブリーチの後でちょっと変な頭なんですけど、とりあえずまとめ撮りしてます はい、今日はね、また続きですね。ボリューム3ですね。障害について、障害っていうのかな、これね、ちゃんとポッてなってすぐ病院行ったら多分すぐ治ると思うんですけど、私みたいに7年8年こじらせてずっと家に引きこもってたんで、もう治んないですね、これは。本当申し訳ないですけど、そんなことがあってすぐ越してきて、仕事もしてたんですけど辞めて、すでにもう辞めて1年以上経ちますね。今もまだボーっと してますね。障害年金もらってるんで、それでまあいろいろねやって、本当にね、そういう病気になったらね、早く病院行ってすぐ治す、それが一番です。自分で行かれへん場合が絶対あるんで、周りがやっぱり気づいてあげないといけないです。もう必要だと思っても、間違っててもいいから病院行ってください。そしたらすぐ復帰できます。私みたいにね、だらやってしまった人間はもうね、治らないですね。もう薬ばっかり増えていく ばっかりで、もう今はコロナなんで2ヶ月に1回病院に通ってるんですけど、前に通ってた病院が廃業しまして、もうおじいさんだったんでね。それで今新しいところ行ってるんですけど、薬もめちゃくちゃ増えて、副作用を取る薬とかね、便秘の薬とか、片頭痛の薬とかもあるし、あとは抗うつ剤も3種類ぐらいあるのかな。感じで、あと睡眠導入剤、睡眠薬もう3種類飲んでますね、毎日。もうね、そういうのないと眠れないのが一番しんどいですね。なんかこう布団の中で眠れずにゴソゴソしてるのが一番しんどいんですね。もうカッてね、大変カッてね、でも現実の世界から離れないって感じですね、もう。それで今はなんとか寝て起きて、まあ猫がいるんで朝早くに起こされてもう一回寝るっていう感じなんですけども、本当にね、周りにね、ちょっとあれって思ったら、やっぱりもうその人の意見とかなしでも連れてってあげた方が絶対いいと思います。早くね見つけたらさ、もうプルって治るんだよね。私も多分そう思います 今私もうパニック障害はあんまり出てないんですね、もう。今はどっちかというとそのうつの方がだけですね。ねえ、もこじらすと大変です。友達とかも全然こう会えないし、会えないうちに忘れられていくし、年賀状もどんどん年々減っていくしね、もうそしてこうやって結婚できない女が どうできるわけなんですね。もう友達全員結婚しましたけどね 私一人残ってるやんみたいな。本当にね、もう自分がそうかなと思った時も、早い目にもう病院へ行って治療を受けてほしいと思います。もう薬でね、すぐプッて治るんでね、もうこの薬持ってたらもう私大丈夫みたいな、そういうのもあるんで、本当に早く早期治療がいいと思います。で、まあ
これからはどうなるんですよね。姉が定年するまでまだ何年あるんかな。5年、7年ぐらいあるのかな。そうなったら、あと母がいてるんで、まあ、なんとなく生活してますけど、ね、まあ、一人暮らしの気楽さを覚えてしまったんで、ちょっとしんどいところもあるんですけど、まあ、自分の部屋がないんでね、これもいつも姉の部屋で 撮ってます。なんか、一人暮らし楽しかったな って思います。なんか、自分で寝せないかんけども、それが自分にはすごい合ってたなと思いますね。こんなにデブって、で、引っ越してきて十何キロデブって。この2年で十何キロやろ。16キロ？ 18？ なんかそれぐらい太りましたからね。もうびっくりです。まあね、一人の時はね、ダイエットもできるんですけど、家族となったらこう、ね、やっぱり作ってくれてるんで、食べないわけにはいかないし。食べないわけにはいかないし。残すのも嫌だし。もう、デブってもしゃあないかなって今思ってます。ダイエットをと思ってたけど、もうね、無理なんで。とりあえず、デブっても生きていこうと思います。ね、この先何にも予定はないんですけど、ねえ、こう一人、もし一人になったらどうしようって感じですよね。もう、孤独死しかないですよね。どうなるか。どうなるかはその時になってみなわからないですね。本当にね、厄介な病気 になってしまったものです。これ多分性格もあると思うんですけども、私、昔からちょっと神経質なところがあったんで、ちょっとそういうパニック障害になりやすい性格ではありましたね。まあね、自分がこんな大人になってるとは思ってなかったですけどね。ということで皆さんも本当に気をつけてください。誰でもない病気なんでね。勇気を持って病院に行きましょう。お前が言うなって。だいたい今回3回ボリューム3まで長々と見ていただけた方いらっしゃいましたらありがとうございました。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。まだ私自分の一人だけです。誰かチャンネル登録してください。お願いします。もう1000人とは言わないから1人でも登録してもらいたいです。お願いします。ではまた次は何の話題 ちょっとネタが切れてきて何を話せばいいかわからないですけど、また次の梅ちゃんラジオ 梅ラジオでお会いしましょう。それではさようなら。